プロを夢見るアマチュア選手にとって運命の一日となるプロ野球ドラフト会議。指名され喜ぶ選手や指名漏れで悔しさをにじませる選手など、さまざまな感情が入り混じりますよね。しかし中には指名されながらも浮かない表情を浮かべ入団拒否した選手がいたことをご存知でしょうか。今回はドラフト指名後に入団拒否し、その後どこからも指名がかからなかった選手をご紹介していきたいと思います。山口雄二郎。履正社高校時代に現在ヤクルトでプレーする寺島成樹と共に活躍した山口雄二郎。彼がドラフト指名後入団拒否した選手だったことをご存知の方も多いのではないでしょうか。履正社高校では1年秋からベンチ入りし、2年秋からは同級生の寺島成樹と2枚看板として活躍した山口。さらに3年夏は大阪府大会で24回を投げ、3失点32奪三振の成績を残し、甲子園出場に貢献しています。その後甲子園の3回戦で現在ロッテでプレーする鈴木翔太擁する常総学院戦に先発しますが、2回途中4失点で降板し敗戦という結果に。甲子園では KO された山口でしたが、高校生ながら最速146キロの直球が持ち味の本格派左腕としてスカウトから注目されており、ドラフト指名候補選手に。そして迎えた運命の2016年ドラフト会議、山口は日本ハムからドラフト6位指名を受けたのです。ところが山口は社会人野球の JR 東日本に内定しており、ドラフト前に4位指名以下なら社会人野球へ進むという意思を調査書が届いた11球団に伝えていたのでした。そのため下位指名では入団しないという本人の意思は固く、日本ハムに対して入団拒否。その後内定していた JR 東日本に入社し、現在もプレーしている山口。社会人1年目はシーズンイン直後から登板機会に恵まれ、先発も任されるなど山口には大きな期待がかけられています。しかしフォーム改造により変化球には大きな効果をもたらしたものの、一方で持ち味だった直球の球速は失われていったのです。高校から3年後の2019年、山口にとって2度目のドラフト解禁となりましたが、このドラフトでは指名漏れという結果に。履正社高校の岡田達夫監督は、プロでも十分にやれる、体力は寺島よりも上。 JR 東日本の堀井哲也監督にも、新人時代は現オリックスの田島大輝よりも精神面や制球力などトータルで上回ると評価されていた山口。現在も JR 東日本でプレーしていますが、高校時代の投球や指導者の評価を見るとプロで見たかった選手だと感じますね。諏訪部孝弘。社会人の名門野球部ホンダのエースだった諏訪部孝弘も指名拒否した選手の一人です。中越高校2年夏の新潟県大会では、1学年上の元広島でプレーした今井圭介に次ぐ投手としてベンチ入りした諏訪部。その後140キロ近い速球で注目されていた諏訪部でしたが、3年夏は県大会初戦で敗退してしまいました。この時諏訪部は野球をやめることも考えていましたが、広島や西武でプレーした高山健一氏の紹介で本田野球部の練習に参加し、卒業後に入社したのです。野球部の部員としてプレーする傍ら、シーズンオフとなる12月から2月は社員として組み立て作業等に従事した諏訪部。3年目の2009年から先発に定着すると、3月のジャバ東京スポニチ大会では1回戦の先発を任され、6回無失点の好投を見せます。さらに準優勝した4月のジャバ静岡大会では最優秀新人賞を受賞。5月のジャバ九州大会では決勝のトヨタ自動車戦で1失点完投するなど2勝を挙げ MVP に選ばれ、その後行われた第80回都市対抗野球大会では準々決勝の対東芝戦で勝利投手となるなど活躍を見せたのです。
これらの大会での好投が評価された諏訪部は複数の球団から注目される存在に。そして2009年運命のドラフトで諏訪部は中日から6位指名を受けたのです。ところがもともと4位以下の指名であれば拒否する姿勢を示していた諏訪部。社会人野球のレベルの高さに自信を持っていた諏訪部は、自分が大学生選手よりも評価が低かったことに不満を持ち、中日への入団を拒否し、ホンダに残留を決めたのです。この時諏訪部は、来年はワンランク上の評価をもらえるよう頑張る。結果を残して来年、同級生と勝負したい気持ちはある、とコメント。しかし2010年は、右肘靭帯を痛めてほとんど登板機会がなく、社会人野球では回復を待っている余裕がないと判断して手術を回避したのです。結果、同年のドラフト会議では指名漏れとなり、中日の指名を拒否して以降の3年間、どの球団からも再指名されることなく、2012年11月30日に現役を引退したのでした。平木田博勝。2011年12月から三菱重工長崎の監督を務めた平木田博勝もドラフト指名後に入団を拒否しています。柳川高校2年夏の甲子園で6打席連続安打を記録するなど、俊足高打の外野手として名を馳せた平木田。その後進学先の法政大学でも中心選手として、3年生の時に大学選手権で優勝を経験するなど活躍した選手です。1997年に三菱重工長崎に入社すると、俊足を生かすため主に2番打者として活躍し、3年目の1999年に主将に就任します。社会人の4年間で公式戦68試合の出場で打率3割3分、10本塁打という打力などがプロのスカウトから高く評価され、2000年のドラフト会議でオリックスから5位指名を受けたのです。ところが2000年に契約金を支払わないドラフト指名選手を作るという試みに踏み出していたオリックス。この時、契約金なしなどの条件が指名後の交渉でも一切変わらない制度であることが事前に平木田側に伝わっておらず、平木田は入団拒否で残留を決めたのです。2001年はオープン戦11試合で41打数20安打、5本塁打を記録するなど、春先から好調を見せると、1番打者を任され、日本選手権の決勝戦では5打数4安打を記録するなど、大会打率6割6分7厘の活躍で、首位打者賞を獲得し、優勝に貢献した平木田。しかし、その後は骨折や靭帯断裂など、度重なる怪我に悩まされ、ドラフト指名を受けることなく、2008年で現役を引退し、三菱重工長崎の監督を歴任したのでした。石井明雄。元西武ライオンズの石井孝を弟に持つ石井明雄もドラフト指名後に入団を拒否した選手の一人です。彼がドラフト指名後に入団拒否した理由をご存知の方はいらっしゃいますか？桐蔭学園高校から慶応義塾大学に進学すると、東京六大学リーグ通算60試合の出場で199打数45安打、打率2割2分6厘、3本塁打、15打点を記録し、ベストナインを2回獲得する活躍を見せていました。この輝かしい活躍でプロのスカウトからも高く評価されていた石井。1986年のドラフト会議では太陽からドラフト2位指名を受けます。しかし石井は父を早く亡くしていたという家庭環境からプロ入りを拒否したのです。この時石井はプロの生活の不安定さと社会人野球の安定さを比べた結果、社会人の方が安定すると思い東京ガスへの入社を決めます。その後東京ガスで正捕手として12年間にわたってプレーした石井は、社業に就いた後、2003年からは3シーズンにわたって東京ガスの監督を務め、2017年2月には社会人野球日本代表監督に選ばれ、日の丸を背負うなどアマチュア野球の名監督になったのでした。ドラフト指名後に入団拒否した選手をご紹介していきました。ドラフト会議では志望届を提出し、
プロからドラフト指名を受けても、行く、行かないは本人の自由です。しかし、プロでの成功を夢見る彼らが、どういう道を歩むことがベストなのかを、本人も周囲も、よく見極めて判断してほしいと感じますね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。